安定のメンヘラな人なんだけど、なんか元彼に月40万ずっと払ってるっていう。配信やばいな俺映り。なんで俺配信の映りこうなっちゃうんだろう。バカみたいな顔してるよな。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。一回ウーバーでご飯頼んでいい？ウーバーイーツはしていいですか？わさび抜き注文。お寿司。お寿司は夢庵の海鮮丼だね。俺がいつも食ってるのはさ。俺はわさびはなしだ。俺はわさびはいんな寿司にもつけたことない。辛いものが食べ物で嫌いなものはないよ俺。でも辛いものが嫌い。あれは調味料かな。食べ物ってより辛いという調味料が嫌い。同じ。あれはなんか食材っていう、食材なのかな。あれダメだね。なんか辛いもの美味しいって言うとちょっと分かんないんだよな。何この船着き場。あれなんかここら辺に穴があってそこ入ろうと思ったんだけど、なんかここら辺あったよな。どこだっけな。おい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 、ここはなんじゃきに。微妙かな、微妙かな。せっかくだし渓谷探しに行こうぜ。入り口ちょっとドギマギするところの方がたぎるじゃんね。村どっちだ。村村村。ああ、危ねえ、危ねえよー。手がふわっとなるって。モカさん、俺今ボイトレ行ってるんですけど、歌もうちょっと上手くなったら配信告知とかせずに路上ライブしようかなと思って。危険さに力をお借りしたいなっていう。アンプだけ貸してもらいたいんですよね。路上ライブしたいんだよね。墨田区だったらほぼ確定でできるんだけど、墨田区ってなんか支援してるらしい。でも新宿でできたら暑いから、新宿で路上ライブしたいんだよね。配信で路上ライブやりなすよってより、なんかボイトレでうまく歌うまくなってさ、その歌で人集められたらおもろいやん。でどこまで通用するのかを見てみたいし、もうすっからかんのとこからやりたいの俺。路上ライブは許可いる。あれは道路を使うっていう判定だから、まあ、配信しちゃうからある程度集まっちゃうだろうけど、しょっぱなもうすっからかんでやりたい。新宿のさ、あの西口のダダッピラーのバスとかがさ、深夜バスとかが止まる前路上ライブ毎日してんじゃん。まあでもまだ先の話よ。まだ最近行き出したばっかだから俺。新宿のなんかその許可を取るのって多分行けるっちゃいけるけど、並んでそう普通に。新宿の路上ライブって人気ありそうだから、まあ、取ったとしても結構先でやるみたいな。一からやって、それで人が集まったら、まあ俺がおもろいし、人が集まんなかったら、お前らがおもろいし。どう転んでもおもろいイベントだと思うんだよね。最近はあれだね。恋愛の相談がやっぱり DM で絶えないのよ。なんか知らんけど。恋愛の相談が来るんだけど、その中の一人で、安定のメンヘラな人なんだけど、なんか元彼に月40万ずっと払ってるっていう、もう本当に限界女がおって、でそいつが出会いないよって言ったからマッチングアプリやらして、そのマッチングアプリをやった日記を俺に書いてもらってる。経過報告してもらってる。
今日は焼肉行ってよとか、歯医者さん何つってたっけ。マジ限界すぎる。本当に洗脳なんだよね、宗教のレベルだから。口揃えて言うんだよな、あの人たちって。なんか友達とかに 100% 止められてんだよ。やめときな、そんな彼氏って言われてんだけど。でもね、でもね、私の彼氏ってこういういいところあるよ、あるのって言うんだよ。その悪いとこがありすぎて、そのいいところしょうもないのによく見えすぎっていう。マイナス100のことが起きすぎて、プラス5がめっちゃでかく見えんだよね。彼女ら、彼ら。マジで聞かねえんだよな、盲目すぎる。だから、何でもいいから、新しい出会いを求めに行きなさいっていう話をして、マッチングアプリを指して、日記を指してる、今、日記を書かしてる。マジ、洗脳を解くのってどうしたらいいのっていう、まあ、時間かかるんだよな、単純に。あ、爪を黒くしたんだよ。見していいって言われたから、昨日のね、撮影データのね、動画を君たちに見せてあげよう。こんな感じで昨日一日中ずっと撮影してた。我や、楽しかった。盗撮ですか？楽しかった。盗撮じゃねえよ。これは履歴書みたいのを作るんだよ、そのオーディションとかに。それがなんかこういう活動を始めようと思った時の、なんか何も努力してないそのまんまの俺だったから、その履歴書みたいのを更新しようみたいな感じで。履歴書って言ってもなんか、モデルの履歴書ってなんだよ、プロップ、プロットだっけ、プロップ、写真をたくさん載せないといけないの。紙一枚にパパパパパポンっていろんな系統のシャキーンって決めたり、ポワーンってしてるやつだったり、それの、まあ、更新みたいな感じかな、作品撮りと。モデルのオーディションみたいな書類はちまちま出してるから、まあでもやっぱり落ちちゃうけどね。ポートフォリオみたいなの俺が見ても質が低いんだよね、俺自身の。納得がいかないから、まあ、今回お願いしてみたいな感じ。これくらいキメキメでできる？どういうこと？え、できないできない。これって特殊技能だから。これ特殊技能だよ。じゃあこれパンツ見えちゃうからツイッチ見せらんないけど。これってすごいことなんだよね。なんかポージングとか、なんかネタ切らすからね。できないできない。俺始まったばっかだから。さっきのなんか動画撮影見た後だと配信やばいな、俺映り。なんで俺配信の映りこうなっちゃうんだろう。マジでバカみたいな顔してるよな。なんか会う人会う人に雰囲気違いますよね、配信とって言われるんだけど。マジで損してんだよなこれ。配信が一番大衆に見えるべき場所なんだから、配信が一番かっこよくないといけないんだけど。何こうなっちゃうの。確かにね、俺もこう見てね、顔がでかく見えるっての分かる気がするわ。顔でかく見えるもん。まあいっか、配信はまあいっか。いいな、別に全部かっこよくしようと思ってねえしな。あ、いいでしょう。